やっぱ映画館って眠くなる。寝ちまうかと思ったぜ。ふう、なんとか耐えられたな。なんか急に眠気が。面白かったな。ようやくラストシーンだな。年老いた陽介、ここ最近は寝たきりになってしまいました。死ぬのは怖くありません。だって彼は自分の人生に後悔なんてしていないのです。そして彼に最後の時が訪れました。愛する妻や子供たちに囲まれ、穏やかに天国へと召されましたとさ。面白かったな。悪くないんじゃない？おう。ありがとう。